この船は今でこそ逃亡した奴隷や弱者たちの巣窟になっていますが、古い伝承によるとこの箱舟こそが全ての動物の祖先たちをこの地へと運んだゆりかごであったと伝えられています。大丈夫かルピルピ。とりあえず私の部屋までお連れください。悪魔の鎧を着た者には不可避の運命。私と同じようにこの方の命の灯火もすでに長くはないようですね。どうやらこの方の発作は収まったようですね。すまぬ、面倒をかけたようじゃ。単刀直入に聞きたいんだが、教団の総本山とやらは一体どこにあるんだ？バベルの塔のはるか上空、厚い雲の上を浮遊する約束の地ディアボロスに総本山は存在します。なんだって？道理で誰も詳しいことを知らないはずだぜ。あの場所へは教皇の許しがなければ何人たりとも立ち入ることはできません。そう、たった一つの例外を除いては、あなた方にぜひお見せしたいものがあります。世界の中心にあるバベルの塔、そして天空へと連なる七つの鎖。この世界はバベルの塔に捧げられた生贄と大邪神を封じた七つの鎖によって支えられると言われています。だけどおい、その肝心の鎖ってやつはすでに五本も切れちまってるじゃねえか。天界の玉座にある七つの封印が解かれない限り、世界は悪しき状態のままに継続するが、神の子羊が順次その封印を解いた時、さまざまな災いや死、闘争などが世界中へと広がる。ハルマゲドンと呼ばれるアンゲルス教の聖典によれば、この鎖の封印が解かれるとき、未曾有の大災害がこの世界を襲うと伝えられています。そして私が調べた限りでは、あなた方がその大邪神の鎧を解放したとほぼ同時期にあの鎖が切れ、それ以来大規模な洪水や干ばつ、大地震などが世界を襲い始めたのです。それじゃあこれまでに起こった大地震も俺たちが鎧の封印を解いちまったせいだっていうのか？この事実こそ、あなた方がアンゲルス教の聖典にある破壊と創造をもたらすさまよえる民である証。あなた方が伝説のさまよえる民である以上、この石板に書かれた古の盟約に従って、私がこの命に変えようとも、必ずや約束の地へお連れします。私も是が非でも
連れて行ってもらいますわよ。ルピルピ。そうじゃなきゃ、私の日記にみんなの名前を書き込んじゃうから。太古よりさまよえる民を導きし、いにしえの石板よ、我が命を糧に約束の地へと続く道を示せ。これはすげえ。モーゼ殿、お主、皆の者、先を急ぐぞ。なんで？僕はもう少し見ていたいな。この術は、それを唱える者から大量の生き血を。ヨハネ殿、お心遣いは嬉しいが、この段となりては、そのようなお心遣いはもはや無用に願います。それより皆さんは不審に思っていらっしゃるのでしょう。私が何故このような知識を有しているのか。私は黒き羽の神官の子として生まれながら、白きコウモリの羽を持ってこの世に生を受けました。黒き羽の血を引く？白きコウモリの羽？そう、普通なら殺されて叱るべきところなのですが、父はその権力を利用して私の羽を黒く染めて自分の後継者に仕立て上げたのです。その結果、私は教団でもかなり上の地位につくことができました。そしてそこで手に入れたこの邪道騎士の鎧こそ、天界で起こった全ての記憶をとどめる悪魔ルーイソスの遺品。じゃあ、あんたは教皇のことも知ってるのか。ですが、今教えてきるのは、教皇が黒き羽と白き羽の心を持ち合わせた若い女性だということだけです。教皇が若い女？教皇が？なんだこの巨大な遺跡都市は。ここはかつて全てのものが神と崇めたゴッドによって作られし、エデンの園と呼ばれる大陸の慣れの果て。我々が先ほどまでいた場所以外には陸地が存在しないこの世界にも、かつては数多くの大陸や動物たちが存在し、アダムとイブと呼ばれる猿の子孫たちが暮らしていたと伝えられています。当時、白き天と黒き地に分かれ住んでいた多くの大天使様たちが、この猿たちの成長を温かい目で見守っておられました。
中でも我々が救世主と仰ぐ慈悲深き大天使メフィスト様はこの猿たちを大変にお気に入りになられ、かつてゴッドがアダムの最初の妻として作り出して捨てたかわいそうなメスザルを自分の妻の一人に迎えられたほどだと聞いております。そしてメフィスト様はいつも裸で歩き羽すら生えていない猿たちを憐れんで、天界にある知恵の実を与えてしまわれたのです。神は自らの姿に似せられてこの猿たちを作ったと聞いている。にもかかわらず、なぜ神は彼らに知恵を与えてはいけないというのか。我思う。ゆえに我あり。されば自らを認識するために必要な知恵こそが我らを我らたらしめんとしている本質ではあるまいか。このことを大神ゴッドは烈火のごとく起こりました。そしてこともあろうに、このエデンの園を壮絶なる大雨と大洪水で襲い、すべてをこの海の底へと覆い隠してしまったと伝えられています。にわかには信じがたい話ですが、霊族の地ノアにあったあの巨大な箱舟もこの異変にいち早く気づいた大天使ラファエル様が地上にいた動物たちを避難させるためにノアという名の猿に命じて作らせた船だと言われています。そんなバカな。大地どうして猿なんかに船が作れるんだよ。だから言ったはずです。その猿たちは知恵を与えられた猿たちなのだと。そもそも天界を二分する創世紀戦争が始まったのもこのゴッドのあまりの仕打ちにお怒りになられたメフィスト様が志を同じくする大天使様たちと始められたのだと伝えられています。それが証拠にこの石板や隠し通路もカム遺跡より発掘されたものなのです。モーセ殿、どうやら私がお供できるのもこれまでのようですね。あんた、その体は我らが大前進と崇める今のハーサタン様はことのほか血の生贄を好まれるようでね。この先の冥界の門を通るためには教皇と同じ黒と白の羽、二つの心を持つ者、すなわち神と邪神の力をその体内に合わせ持った者だけが約束の地へ誘う封印の扉を開くことができると言われています。そんな力、誰が持ってるってんだ。お主じゃ。
お主の着る大蛇神の鎧は破壊と創造の二つの力を合わせ持つもの。さすればお主こそその力があって叱るべきじゃ。私もそう思います。さあ門の前でこの石板を掲げてください。どの道は後戻りはできねえんだ。他に選択肢なんかねえんだろう。ものは試しだ。やってみて損はねえ。なんかドキドキするな。あの石板を扱えるのはもはやお主だけじゃ。頑張ってください。今日のことは一字一句忘れずに日記に書いておきますからね。私はこの石板を託せる日を待ち望んでいました。我が名はモーゼ。石板を守護する者なり。この世界を新たなる戒律へと導く者にこの力を託さん。我は真に等しき世界を望む者なり。ハサタン様の真のご意志を継ぎし者が現れ、世界が変革する時が来た。私もやっと役目を果たし終えたか。モーゼ殿、どうやらすでに引き返す道のない旅に追い込まれちまったみてえだな。グズグズはしておれん。これだけ派手なことをしたんじゃ門の向こうでわんさか敵が待っておるぞ。ありがちだが、虎穴にいらずんば孤児を得ずってことか。早速おいでなすったぜ。こやつらは神々たちの戦いで無黒と化し、天使たちの怨霊が報われずにゾンビ化したゾンビエンジェルじゃ。ここは差し詰め地獄に通じる血塗られた抜け道。一気に抜けるぞ。